プレミアリーグ、日本バレーボールにおける、プレミアリーグは、日本バレーボール協会及び日本、バレーボールリーグ機構、V リーグ機構が主催する日本の社会人バレーボール、V リーグの一部リーグである。通称は、V プレミアリーグ。本リーグは2017、18シーズンをもって終了し、2018、19シーズンからは、V リーグ V1 リーグに移行する。 2005から06までの V リーグ及び V リーグの前身である全日本バレーボール選抜男女リーグについても本校で詳述するプレミアリーグの前身である全日本バレーボール選抜男女リーグ通称日本リーグはトップチームの強化底辺の普及開発並びに観客の獲得を目的に1967年5月13日に 男女各6チームでスタートした。2年前の1965年度には、当時の4強チームであるヒボウカイズカ、ヒタチムサシ、クヤシカにより4強シリーズが開催された。大会を全国各地で長期にわたり行うリーグ戦は、プロ野球、1936年スタート、日本サッカーリーグ、1965年スタートに続くものであった。 1> 第1回日本リーグ参加チームは下記の通り、男子は主に製鉄業、女子は主に宝石、繊維業などの企業が日本のバレーボールを支えていた。1968年の第2回大会はリーグ戦を5月から始まる前半と12月から始まる後半に分けて行われた。1969年の第3回大会以降は原則として、 毎年11月から開催されるようになった。日本のバレーボールは女子のロサンゼルス五輪を最後にバレーボール三大,大大会のメダルから遠ざかり、バレーボールの人気も低下していった。1993年にプロサッカーリーグ J リーグが誕生し、J リーグブームが起こると、バレーボールもまたプロ化を視野に入れた新リーグ構想が検討された。 1994年6月6日に21世紀に向けたバレー改革案と題したプロ化構想が発表され、日本選手のプロ化、外国人プロ選手の参加、チームを運営する組織づくりが目標に掲げられた。1994年12月17日に V リーグは開幕した。1998年までに完全プロ化を目指していたが、 1996年9月27日にプロ化の凍結を決定、事実上の断念を宣言した。その後、将来のプロ化を前提とした V リーグの法人化が検討され、2003年からは日本協会外部組織として V リーグ機構が発足された。また、同年一部の試合でホームゲーム方式が導入された。従来、集客は開催地を所管する。 都道府県協会に任され、チームへの還元はなかったが、ホームゲームをチームが主催すれば、集客に努力をすればするほど収益が上がる仕組みが出来上がった。2005年には、協会内部組織であった V リーグ機構が独立し、有限責任中間法人日本、バレーボールリーグ機構が発足した。上位チームは、 韓国 V リーグとの V リーグ日韓交流戦や全日本チームとの兼ね合いなどからこれまで出場を見合わせてきた ABC アジアクラブ選手権にも出場するようになる。2006年 V リーグの下部組織である V1 リーグに参加するチームが V リーグ機構に加入したことに伴いリーグ名がプレミアリーグとなった。また V1 リーグもチャレンジリーグに変更された。 原則として、セントラル開催方式で、各節とも4チームずつが2会場に分かれて試合を行うが、試合日によって、男子と女子の同一会場開催や、各チームのホームタウンで行われる、ホームタウン間の試合も含まれる。なお2007年から2008年シーズンの男子の開幕節12月15.16日は、有明コロシアムで8チーム全部が集結した。 完全集中開催が行われた。いわゆる日本プロ野球や J リーグなどのような完全ホームアウェーではない。二千十四年四月、V リーグ機構は二千十四十五シーズンから以下のような開催方式に変更することを発表した。参加八チームによる三回戦争あたりで勝ち点三から二から一方式を導入、第四セットまでの段階で勝利三点。 敗戦0点、第5セットでの勝利2点、敗戦1点。順位は勝ち点を最優先し、上位6チームがファイナル6に進出する。7.8位となったチームは、V チャレンジマッチ、入れ替え戦に回る。一部の新聞では、V ファイナルステージのファイナル6、決勝トーナメント、ファイナル 3& ファイナルを、総じて、プレイオフと称しているものがあるが、本校では、 V リーグ公式サイトの表記に沿って2次リーグをファイナル6決勝トーナメントをファイナル 3& ファイナルと表記する。2013から14シーズンまでのセミファイナルラウンドに相当。レギュラーラウンド上位6チーム、2チーム像による1回戦争あたり。ファイナル6でのポイント、3から2から1方式に V レギュラーラウンドの順位ポイント、1位5点、2位4点、6位。 0点を合算して、順位を決定する。上位3チームが、ファイナル 3& ファイナルに進出する。このファイナル6の順位の4から6位がそのまま、年間順位4から6位となる。2013から14シーズンまでのファイナルラウンドに、相当するファイナル6上位3チームによる、ステップラダー、パラマス式決勝トーナメントで、ファイナル6の2、3位のチームがまずファイナル3で戦し、その勝者が、 ファイナル6の1位チームとファイナル優勝決定戦を行う。順位は、ファイナル勝利チームを優勝、敗戦チームを2位、ファイナル3敗戦チームを3位とする。なおいずれも1試合制で、ファイナル6終了の次週に、ファイナル3、さらにその次週にファイナルを行う。2016から17シーズンからは1試合制であった、ファイナル3及びファイナルを2試合制に変更することが、 発表された。2試合終了時に1勝1敗で終わった場合は、セット率、ポイント率、得点率に関係なく、ゴールデンセットと題した延長戦を第2試合終了して15部の休憩後に行う。なお、ヨーロッパのリーグ戦で採用されているものとは異なり、通常の25.1セット制とし、先に13点目を挙げたチームが出たところで、コートチェンジを行う。 1> 第1回、1967年から第15回、1981から1982年シーズンまでと、第21回、1987から88年シーズンは2回あたり、第16回、1982から83年シーズンから第20回、1986から1987年シーズン、 は3回戦あたりのみでそれぞれぞ順位を決定第21回、1988から89年シーズン、から第23回、1990から91年シーズン、の3シーズンは2回塞あたり予選リーグ終了後、上位4チームが1回総あたりの最終順位決定リーグを行ったが、予選リーグとの合算で順位を決定していたために、 予選の段階で優勝するチームがあった。第24回、1991から92年シーズンから V リーグに移行する前年の第26回、1993から94年シーズンまでは2回層あたりの予選リーグ終了後、上位4チームが予選の成績を一旦白紙にした上で改めて2回あたりの決勝リーグをし、 そこで優勝を争うという仕組みだった。プレミアリーグの試合方式には、レギュラーラウンドとセミファイナルラウンド、さらにファイナルラウンドの3段階があるが男女とも同じ、試合形式で優勝チームを決める。レギュラーラウンドでは、2009年から10年シーズン以降、男女とも8チームによる4回走当たり戦、28試合が行われる。男女とも、 レギュラーラウンドの上位4チームずつ、成績回の場合は、セット率、得点率、総得点を加味して決定が、セミファイナルラウンド以降に進出することができる。2010から11年シーズンは、2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により、各チームともに2011年3月12日以降の4試合が中止となり、 レギュラーシーズンは24試合となったセミファイナルラウンドファイナルラウンドも行われなかった。レギュラーリーグ終了後上位4チームによるセミファイナルラウンドを経てファイナルラウンド優勝決定戦で優勝が争われる。リーグ開幕当初はファイナルラウンドのみで4チームによる純粋なタスキがけトーナメントであったり1回塞あたりリーグで順位を決めたり またステップラダートーナメント、スイス式対抗戦方式など、数年おきに優勝決定方法を変えていた。詳細は、下記の表参照2005から6年シーズンは、ページシステム方式が採用された。ファイナルラウンドの第1周目に1試合決着による準決勝が行われ、第2周目に3試合に勝成による決勝戦が行われた。その後、2006から7年、 2007年1月から4月の大会以後は、上位4強による最終決戦をさらに2段階に分け、ふさあたりリーグ終了後の上位4チームで、準決勝リーグ、1回ふさあたり2007から8年度以後は、これを、セミアイナルラウンドと公式ウェーブで表している。また、従来の決勝トーナメントだけでなく予選リーグを1位で、通過したチームに対してもトップ賞としての賞金を出す。 ことも決めている。これはページシステム方式による上位チームに対するアドバンテージが同制度の廃止でなくなったことを踏まえて実施される。3日間にわたり次のような組み合わせで試合を行う。左に示したカードが第1試合。順位はレギュラーシーズンによる。レギュラーラウンド終了時において5位以下のチームはレギュラーラウンドの順位が最終順位となる。 セミファイナルラウンドファイナルラウンドに進出した上位4チームは決勝戦と3位決定戦のイサオが最終順位となる。よって決勝戦で勝ったチームが1位、負けが2位、3位決定戦の勝ちチームが3位、負けが4位であるまた、最終順位の下位2チームは2部リーグに当たるチャレンジリーグの位2チームとの入れ替え戦に回る男女とも7位、チーム対チャレンジの2位、チーム8位、 チーム対チャレンジの1位チームが入れ替え戦を戦う。2010から11年シーズンは2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響によりセミファイナルラウンドファイナルラウンドが中止となり2011年3月6日の試合をもって閉幕となったためすべてのチームの最終順位がその時点でのレギュラーシーズンでの順位となった。 また同時開催予定だった V チャレンジマッチ入れ替え戦も断念したため2011から12シーズンも結果的には2010から11シーズンと同じ顔ぶれで行うこととなった原則として V プレミアリーグ界にチームと V チャレンジリーグ上位にチーム間において V チャレンジマッチと称する入れ替え戦を行う日本リーグ時代から V リーグ初期にかけて という方式でチームの入れ替えを行ったことがある。優勝チームにはブランデージトロフィー及び日本バレーボール協会のトロフィーが授与される。1990から91年シーズンから優勝、準優勝チームや個人賞受賞者に対し賞金が支払われるようになった。なお、ファイナルラウンドの形式の見直しにより、レギュラーラウンドのアドバンテージもなくなったことも考慮し、 2006から7年シーズンより、レギュラーラウンド1位チームにも500万円の賞金が、され、アジアクラブ選手権の出場権も与えられる。ファイナルステージで優勝チーム、2009年までは、準優勝もには、日韓 V リーグトップマッチ、韓国 V リーグとの選手権試合に進出する権利、与えられる。レギュラーラウンドの成績で決定される小チーム優勝。 準優勝を加味した賞その他現在は廃止された賞。個人賞受賞者については、プレミアリーグの成績一覧を参照のこと。日本リーグ創設40周年を記念して、2006-07シーズンより特別表彰制度を設けた。日本リーグ創設50周年を記念して、2016-17シーズンより下記の特別表彰が追加された。 2000年から2002年まで V カップというリーグ戦とは別のカップ戦も行われていた。V リーグ開幕直前の11月に開催され、V リーグ参加チームを男女それぞれ東西に分けて総当たり戦を行い、上位チームが決勝トーナメントに進み、カップウィナーをかけて争った。2003年はワールドカップと重なるため中止となり、以降 V カップは開催されていない。 V リーグでも、発足時より、オールスターが開催されていた。年度によってレギュレーションは異なるが、基本的には、シーズン終了後の4月に、東京体育館を会場として、チーム分けは、シーズン奇数位チームの、スターと偶数位チームの、マックスに分けて実施れていた。2001、02を最後に一旦終了したが、日本リーグ創設から50周年にあたる2016、 17、シーズンに復活が決定した。第1回日本リーグがスタートした1967年から、日本教育テレビ、現、テレビ朝日、ビッグスポーツ、東京12チャンネル、現、テレビ東京、サンデースポーツアワーで放送されていた。また、サンテレビジョンでも、大英女子チームが参加した1980年代後半から1990年代、初め頃、 オレンジアタッカーズアワーを放送したことがあったほか、フジテレビジョンも1977年に、さあ、どうする。が、視聴者からの苦情や、低視聴率による、打ち切りのため、冬季編成、1月から3月の20時代に、アタックザワールドカップ日本バレーボールリーグ中継を、つなぎ、番組として企画したり、2007年には月1、深夜枠で、V の女神のタイトルで中継したことがある。 2004から05シーズンには、スカイ A でも、男子の試合中継を行った。さらに2004から05シーズンから2008から09シーズンまでは、フジテレビ739でも実施していた。2009年現在、NHKBS1 とガオラで注目カードを中継している。実況は、それぞれの各放送局のアナウンサーが担当。ガオラは、 毎日放送のスポーツアナウンサー、および現在がおら出港中の結城哲郎、2011から12、シーズンより参加のほか、フリーアナウンサーの鍋島しまてるしげと、おぎのしげが実況を担当している。土曜日が、CS、日曜が、BS で中継されることが多い。決勝戦は一時期地上波の NHK、総合テレビで放送されていた時代があったが、2004から05、 2005から6年度シーズン及び2010年代になってからは地上波の編成の都合で決勝戦も BS1 で放送されている。2011から12シーズンの女子については TBS チャンネルでも2試合中継されることが決定している。その他、2014から15シーズン2015から16シーズンはニコニコ生放送でダンジョンの全試合と V チャレンジマッチを放送。 会員向け無料配信2016から17シーズンからはパフォームグループの動画配信サービスダゾーンとの間で V プレミアリーグ全試合 V チャレンジリーグの一部試合の動画配信について5年間のパートナー契約に合意している以下の企業はリーグ主管大会となるプレミアリーグのファイナル3とファイナルの試合会場に広告を掲出する V リーグ公式サイトの掲載配列順、レギュラーラウンドファイナル6では、大会名示せは行うが、協賛表示は会場により行わないところ、あるいは地元開催地の協賛企業、団体のものが掲げられる場合もある。2017-18シーズンの協賛者は、下記の通り。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。